FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわすためにこのラジオを聞いているメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。はい、健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com、 ローマ字でメンヘラ数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、で僕たちツイッターの方も解説してやっておりますので、はい、やっております。はい、メンヘラジオで検索していただいて、ヒットすると思うんで、うん、はい、なんかご意見ご感想、トークテーマへの、うん、投稿等あれば、うん、ハッシュタグメンヘラジオで、投稿していただければ僕らの方で拾って、はい、こちらで紹介したり、うん、はい、お便り紹介という形で、はい、ツイートに対する返信でも、うん、もちろん構いませんので、どうぞよろしくお願いいたします。気軽にお願いします。はい、もう全然、もう全然ハードル高い番組じゃないんでそうねうん、うん、メンヘラって近づきに行くとかじゃなくて、はい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 、もっとライトな感じ、ライトな感じはい、接してやってください。同じ人間なんでね、はい、そうそうそうで今日がね、うん、10月18日、はい、火曜日の収録となっております。はい、こちらの放送がですね、うん、おそらく10月31日になるかと思うんですけれども、うんうん、今日はね、ちょっと昨日は雨が降ってから、うん、今日もちょっと曇り空ではあるんですけれども、うん、肌寒くなってね、そうそうそう、長袖着てるよ長袖着て、普段着ないよ、夏美は長袖暑がりだもんね。暑がりじゃないですか。今日でも歩いてね、FM ギノワンまで来る道すがらすごく涼しくて、うん、心地いい感じでね。うん、うん、よかったよ。もうずっとこのままでいればいいじゃん。そうね。俺も涼しい方がいいな。涼しい方がいいな。うん、健太さんもちょっと汗っかきだから、すぐね、うん、白い T シャツの脇の下がね、うん、はい、月色くなりやがるんだよ。何こっち？何俺脇の下からおしっこ出てんの？マジであれ勘弁してほしいんだよな面白い背中は汗垂れるのも垂れるしね。そうね、涼しい感じでよろしくお願いします。はい、では30分短い時間ですが、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。メンヘラトーク、トーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、うん、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもどしどし募集しております。お待ちしてますので、よろしくお願いいたします。はい、では早速本日のテーマ、はい、あなたの苦手なタイプの人どんな人、うん、はい、こちらの方募集したところまたメッセージたくさんいただいておりますので、早速紹介していきたいと思います。はい、夏美さん、よろしくお願いします。はい、ラジオネームあこうさん、はい、威圧感がある人、束縛する人が苦手だそうです。はい、いるね、オラオラ系なイメージするね、これね、うん、ちょっとね、いるね、威圧感がある人、うん、ああ怖いもんね。もうオーラで出出す人がいるよね。いる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 。ちょっと俺も苦手かな、うん、私も苦手です。はい、はい、では続いてラジオネーム佐藤さん、はい、こっちのありがとう待ちの人、あーいるね、そういう人もね。なんかいちいちさ、うん、あれやったよ、チラッ、お皿洗っといたよ、チラッ、洗濯物畳んどいたよっていちいち声かけてきてね、うんうんうん、こっちとしては、あーこれやってくれたんだ、ありがとうってね、うん、のがなんかちょっと素直に言えるのかな、うん、なんかいちいちなんか
アピールしてくる感じ、言ってみたいな感じが言いたくなっちゃうみたいな。もしかしたら鬱陶しいのかもしれないのかもね。最初は気にならなかったのかもしれないけど、後からちょっと、うん、ちょっと気になってきたんだろうって鬱陶しい感じで、それあるかもしれない、あるかも、はい、はい、続いてラジオネームヤンバルおじいさんからです。あ、ヤンバルおじいさん、上から目線の人が苦手です。上から目線、これもちょっと嫌だね。これもよくいるじゃんね、上から目線、ほら明らかになんか 下に見てるみたいな。そうそうそう、店員さんとかでも、あの店員さんいるのに、うん、なんか店員さんに横柄な態度っていうの、 あれも言ったら上から目線な感じじゃない。か、あ、うん、確かにそういう人ちょっとあのマナーがなってないというかさ、なんか態度悪く見えちゃうよね、うん、見えちゃう、見えちゃう、我々も苦手でございます。はい、では僕の方にも届いているメッセージを読みたいと思います。ブラックベイマックスさん、うん、苦手なタイプ、健常者とか酔っ払い、うん、自分は愛想笑いができないので、うん、なんでみんなここで笑ってるんだろうかとか、うん、何がそんなに面白いのかなど、テレビを見てても感じてしまいます。うん、健常者差別ではないですけど、自分は心を許せる人とやはりつながりたいです。はい、自分は今までの経験から障害者よりも健常者の方が変な人が多いと思います。やばい、ブラックベイマックスが発動しています。ちょっと自分の中の黒い部分が、ね、黒い部分が出ちゃったみたいな、だろうね、ドドドッとね。まあでもそうね、健常者差別っていう言葉俺結構面白いと思うな。うん、うん、障害者差別っていう言葉よく聞くけどね、よく聞くけどね、うん、やっぱりちょっと、うん、健常者だから、うん、まあ、病気になったことないからあなたどうせわからないでしょ私のことって思っちゃうところがもしかしたらあるのかもね。うんうん、あるかも。それがちょっと差別っていう表現になるのかな、うんうん、健常者に対する、うんうん、でもほらベイマックスさん言ってるように、うん、あの健常者さんの方が変な人多いですみたいな感じだったじゃん最後、うんうんうん、だからさ、みんなさ病院連れてけばさ何かしら病名音が出ちゃうかもしれないよね。あ、それ結構よく話するよね、うん、結構よく話する話です、うん、みんな多分何かしらつくよと、うん、あの発達障害のね、うん、つくんじゃねえかっていう話をたまに夫婦でしております。しております。はい、皆さんが心当たりするある人は、うん、ぜひ精神科へ。ほんでメンヘラメンヘラしましょう一緒に。メンヘラメンヘラ。はい、では続きまして、うん、ハトさんから。はい、私は自分ルールを押し付けてくる人が苦手です。うん、以前コンビニでアルバイトをしていた時にマイセンとだけ言われ、うん、普段タバコを吸わない僕はついすいません、どのタバコか教えてもらってもよろしいですかとお話ししたところ、うん、マイセンだよ、マイセンわかんねえのかみたいな感じでキレられてしまって、まるでコンビニ店員はタバコの銘柄くらい知ってて当然みたいな態度を取られ、うん、こういう自分ルールを押し付けてくる人は嫌だなと思いました。うん、なるほどね、うん、知らないよアルバイトだよって。そうね、アルバイト多いよ、うん、アルバイトの人はが全部把握してるっていうのはね、うん、ちょっともしかしたらねすごく仕事熱心でね、あのいるかもしれないけどね、いるかもしれないけどね、銘柄全部暗記したりとかね、うん、でもそういうやからみたいな人とコンビニでたまに見るんだよね実は、うん、やからあのマイセン、マイルドセブンのことだけど、うん、セッターとかね、セブンスター、うん、マルボロメンソール、マルメンみたいなね、略して言ってから、わからないわ。そう、女の子がね、明らかに学生の女の子のバイト生が立っててわかるわけないじゃんね、うんうん、まあ、でもそういうさ、なんかトラブルが多かったから多分レジの後ろにある番号、なんていうの、タバコには番号がね、番号がね、うんうんうん、そうかもしれない、そうな気がするな、健太さんは、うんうん、で続きまして、はい、こちら、当番組のメールアドレスに届いたメッセージです。うん、ラジオネームゆうとさん、はい、初めて投稿します。 お二人のラジオ毎回楽しく聞かせてもらってます。進行も上手ですが、夫婦漫才みたいな会話で和まされています。今回のテーマは苦手な人ということで、一緒に仕事していて指摘ばっかりしてくる人が苦手かな、うん、その人は指摘し指導してるつもりでも度を超えると指摘にしか聞こえないってなって苦手です。うん、これからも楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ褒めてくれてる ね嬉しい、うん、ありがとう。はい、指導と指摘ね、やっぱちょっと意味合いが変わってくるような気もするんだけど、うん、なんか指導はね、夏美さんも言ってたけど愛がある、
感じがする、うんうん、指摘はなんかちょっと冷たい感じ、冷たい感じ、あでもなんならちょっと悪意もありそうな感じでもなんか意味合いとしては合ってる気がするんだよね、うん、なんか指導って導くっていう感じが入ってる通り、なんかその人を向上させようみたいなさ、うん、愛がある感じはすごくするから、うん、指摘となるとなんかただ単純にお前ここが悪いぞみたいなさ、うん、なんかその後教えてくれなさそうな感じ、ね、教えてくれなさそうな感じですよね、そういう人は確かにちょっと嫌かもしれないですね、うんうん、はい、では、もう一つ、メールアドレスに届いたメッセージをお読みします、はい、ラジオネーム沖縄大好きさん、はい、メンヘラジオの皆さん、こんばんは。こんばんは。初メールです。ありがとう。やり。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。うん、沖縄生まれ沖縄育ちの沖縄県民です、うん。メッセージテーマ、ドラえもんにどこでもドアを出してと頼んだら、まずはドアから作り始めた話。って、日が暮れるわーい。ではなく、うん、テーマ、あなたの苦手なタイプの人どんな人、はい、ここからは不真面目じゃなかった。真面目な話を。うん、怒鳴ったり圧をかけたり脅してくる人が苦手です、うんうん、僕は5年前にツイッターでリスナーから誹謗中傷を受けたことがあります。ツイッターで僕に対する悪口や脅迫をしてきては書き込みに必ず怒りの絵文字を連発させたり、うん、名指しされたり、ラジオでは言えないことをたくさん書かれました、うん、そのせいもありラジオのギャラリー見学をはじめ大好きだった沖縄アイドルのライブへの参加はおろか、普段外出する時も恐怖に追われて仕方ありませんでした、うん、そのせいもあり一時期ラジオから離れたこともあり、沖縄のローカル番組も好きだった僕は知っている沖縄アイドルが出てくると見るのが辛くなり、沖縄のラジオやテレビを嫌いになりかけたこともありました、うん、大好きだった沖縄アイドルの解散ライブも行けず悔いが残ったまま終わったことも、うん、今はそういったことがなく気持ちも落ち着いて沖縄大好きとしてリスナー復帰して元気に過ごせていますが、当時は本当に苦しくて1年間は同じ日々を過ごしていました、うん、ラジオを通じて何度かこの話をしていますが、どうしても勇気がいります、うん、それでも発信しているのは僕みたいに書かれて苦しんでいる人たちがいることを知ってほしい気持ちと、うん、他の人たちが僕みたいに同じ目にあってほしくないという気持ちで書いています、うん、皆さんはそういった経験はありますか、とのことです、うんうん、うーん、なるほど、うん、どうなっちゃん、怒鳴ったり圧をかけたり脅してくる人、いや論外ですよそうよね論外ですよ、まあ、ノーセンキューですよ、本当に、うん、本当にノーセンキューだね、うん、ありがとうございませんですよ、それはもうこちらから願い下げみたいなね、そう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 、そう、うん、でも沖縄大好きさんもちょっとね辛い過去があるというか、うん、うん、でもそれを乗り越えてね、僕らみたいなちょっとメンヘラメンヘラしたラジオを聞いてくれてるっていうのはすごくありがたいね、うん、ありがたい、ありがとうございます、うん、私たちはまだラジオを始めたばっかりだから、うん、そういう誹謗中傷みたいなものはないです、そうね、今のところね、うん、でもね、そのうち大人気番組みたいになったらね、あら、ま、聞く人が増えてくれば来るほどもう変な人 も多分寄ってくるはずだねそれとはもうなんていうのかな、できるだけ相手にしないようにできればいいけどね、できればいいけどね、あ、まあ、夏にあたりがやむ日が来そうですね、来そう、来そうって言った、来そうですね、で、まあ、もし何かあった時は沖縄大好きさんがねどういうふうにその時を乗り越えられたのかとか、うん、僕らの方から相談することもあるかもしれないので、その時はぜひ教えていただければと思います、はい、はい、では続いて、はい、ラジオネーム漆黒の溝に刹那として返り咲くのは虚構に沈むは自我の崩壊並びに暴走を阻害するためゆえに暁さん言えたね、はい、はい、ラジオ YouTube で楽しく聞かせてもらっています、はい、ありがとうございます。僕は話が長い人が苦手です、うん、前に住んでいたグループホームの人でやたら話が長く、うん、自分が見たことない西部警察やルパン三世の話を平均40分くらい聞かされるのが苦痛でした、うん、あと武勇伝を長々と語ってくる人も苦手です、はい、知らんがなってなっちゃいますこちらも楽しく、あ、こっちも楽しくなるような話だったらいいんですけどね、とのことです。あ、わからない、自分の知らない、ね、番組だったり、うん、物語の話されてもね、うん、それも40分だよ。武勇伝もなかなかあれだけどね、あ、どっちもちょっとあれだね、ちょっと困っちゃいますね、困っちゃうね、うん、はい、あ、はい、続いて
ラジオネームピザ頬張る系男子より、はい、夏美さん、健太さん、こんばんは。はい、こんばんは。今回のテーマは苦手なタイプの人どんな人ということですが、ピザは世の中には大きく分けると4つのタイプの人がいると思っています。1、自分に厳しく他人にも厳しい人、うん、2、自分に甘く他人には厳しい人、3、自分に厳しく他人に甘い人、4、自分に甘く他人にも甘い人、まあ、細かく言うと本当は自分にちょっと厳しくて他人にもちょっと厳しいとかあると思いますが、今回はこの大まかに4つで。ピザは1、自分に厳しく他人にも厳しい人についてはまあそういう人もいるよなと思います。3、自分に厳しく他人に甘い人についてはすごいなと尊敬します。ただ自分に甘く他人には厳しい人については結構苦手です。そういう方とやり取りしているとごめんだけどノーセンキューと思ってしまいます、うん、ピザがどのタイプですか？ピザは自分に甘く他人にも甘い人ですね、うんうんうん、優しさって世界を一周回って自分に返ってくるらしいですよ。夏美さん、健太さん、どのタイプでしょうか？あとリクエスト曲をお願いします。斉藤和義さんの優しくなりたいをお願いしたいそうです。お、では、斉藤和義さんでは優しくなりたい、せっかくなって、リクエストにお答えして流したいと思います、はい、ではお聞きください。斉藤和義で優しくなりたい。はい、ということで、メッセージね、思いのほかたくさんのたくさんメッセージがあったいただいて本当にありがたいことに、そうそうそう、なんとか30分に抑えようとね、うん、全部読みたいからさ、うん、頑張ったね。うん、ちょっと早口で聞き取りにくかったとこもあると思う。ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっとね、2週に分けてやろうかなってもちょっと思ったんだけどね。うん、まあせっかくなんで。うん、はい。ギュッと凝縮した。凝縮して。なかなかね、ちょっとコメントできなかった人たちあるんだけど、メッセージに対して。うん、あかつきさんのね、うん、なんだっけ、武勇伝。武勇伝語ってくれたとか、うん、いるよね。いる、うん、ちょっとこれなんかさ、男の人はさ結構一人武勇伝1個は持ってるとか言うじゃん。言うね。なんか結構喧嘩のことだったりとかね。そうそうそう、そう喧嘩のことだったりさ、やんちゃな人がそういう元やんちゃだった人とかそういうこと言いがちだったりさ、そうそうそう、あとね、ギャンブルする人ではあるんだけど、うん、めっちゃ勝ったみたいなさ、あ俺いくらやったぜみたいなのがある。そうそう、お前それ以上に負け取るやろって思うけどどんまいそうそう思ったんだけどね。でもあるんだよね。あるね。そう、あれ、精神科病棟に入院してた時に結構あったよ、うん、でもこういうの。あ、本当。武勇伝じゃないけど女の子同士でも、うん、私パトカー3台来てたとか、はい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 、救急車運ばれたとか精神科武勇伝みたいなのがあるの？そう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 、がありましたよ。あ、本当。面白いねそれは。うん、あのさっきのさ、うん、ピザさんのピザさんピザ頬張る系男子、あ、はい、ちょっと見ていい？いいよ。ピザ頬張る系男子はピザさんって自分で言っちゃってた、ね、自分でピザって言ってたねピザはって面白かったけど。で、うん、あのピザさんのね、うん、ちょっと見せといてもらえれば、あ、この優しくなりたいリクエストした理由が、うん、優しさって世界を一周回って自分に返ってくるらしいですよ、うん、あ、これいいね、いい言葉だね。夏美さん、健太さんはどのタイプでしょうってよ。あ、さ、そこ答えてないな。私もあれでしょう、俺は自分に甘くて他人に甘い感じですね。うん、私ももう私自分に甘々甘あ、でも厳しい時もあるな。あ、厳しい時もあるけど基本自分に甘々で、はいはいはい、他人にも甘いと思います。俺はね、もう散々悪いことやらかしてきたからね、うん、あの親に迷惑かけたり家族、うん、だからそんなやつがね他人に厳しくしてもどうかと思うんだから誰も言うこと聞かんだろうと思うし、まあなんていうのかな、あの優しくされたいから相手にも優しくするというか、うん、甘く甘く接してほしいというか甘やかしてほしいから、うん、っていうのもなんかそういうちょっと濃すい魂胆が見え隠れはしてるんだけど、いやでも甘やかしてほしい、甘やかしてほしいな。ああ、もうめっちゃ甘やかしてると思うけどな。うちらね、甘やかしてほしいな。ワンという準備はできてるよ。ワンワン。はい、じゃあ行きましょうか。はい、はい、ではお聞きいただいたのが、斉藤和義さんで優しくなりたいでした。はい、はい、
で、あのピザ頬張る系男子さんのですね、さっきのメッセージの最後の方にあった、うん、優しさって世界を一周回って自分に返ってくるらしいですよっていう。上がってなかったね上がってなかったね上がってなかったね。すいません、マイクのカフを上げるの忘れてました。はい、すいませんまあ、話してたんですけど、うん、ピザ頬張る系男子さんの、うん、優しさは、うん、世界を一周回って自分に返ってくる、うんうんうん、この言葉ちょっといいなと思って。いいね、うん、優しくしていこう。苦手なタイプの人を今日はトークテーマで話したんですけれども、うん、そういった苦手なタイプの人にもね、うん、優しく接していければ、うん、いけるような心持ちを持ってればいいのかなって、うんうん、やっぱ心に余裕がないと人にも優しくできない気がするから、そうそうそう、心に余裕をできるだけ自分もとみたいな、多少ね、腹立つことがあってもいけるだけね、うんうんうん、まあでも健太さんどちらかというとね、うん、俺に攻撃してくる人には俺も攻撃したくなるタイプなんで優しくねえなこいつ、優しくねはい、優しくなりたいとか言ってるのにね、うん、はい、ではで、リクエストの方、ピザ頬張る系男子さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、エンディングです。はい、エンディングです。はい、もう完全に花粉を上げ忘れて他を連続でやらかしてしまってまた撮り直す、やだよねもうこれすでに3回目くらいなんですよ。やっちゃった感出てるけど、ちょっと大丈夫じゃない？もういいかな。セーフじゃない？セーフだよね。気づいたし、はい、すいません、すいません、たびたび。はい、では本日苦手なタイプの人で話しましたけれども、うん、うん、いかがでしたか、夏美さん。あ、夏美さんの、夏美さんの苦手なタイプ言っていいですかね。あのね下着売り場に彼氏を連れてくる女の子。あー、なんか理由あんの？私が気になって選びづらいっていうのもあるし、あー、それをちょっとなんか察せよという、そう、察してほしいと、そこ配慮が欲しいよみたいな、もっと配慮をしてくれと。うん、男もそうだけど、うん、入ってくる男の子もそうだし、こういうところちょっと男性いたら他の女性、うん、他の人買いにくかったりするよって思っちゃうわけ。あ、なるほどね、うんうん、そうだからちょっと苦手かなっていうのと、はいはいはい、あとは登山家とマラソンランナーとサーファーとは分かり合えない気がする。どういうこと私なんか山登るとかあんま好きじゃないんですよ。あー、でしょうね、うん、それでマラソンとかするのもあんま好きじゃないんですよ。はい、でしょうね。それでサメがいるから海なんて持ってのほかなんですよ。あー、なるほどね。サーファーともだから分かり合えない気がするんですよ。今完全に登山家とマラソンランナーとサーファーを敵に回したよねすいません、こういうやつなんです。大変だ。うん、でも、うん、そこから誹謗中傷くるん違うの？あ、本当、そういうことマジか。沖縄大好きさん、その時助けてください。すいません敵作る、まあ、敵作る。俺ね、まあ簡単に俺も苦手な人、うん、タイプの人紹介しようかな、うんうん、お店とかでね、居酒屋とかで、うんうん、明らかになってるから、ベルとか、うん、ボタンとかがあるのにだ、うん、あんのにさ、うん、で、うん、手拍子というかさ、うん、パンパンで呼ぶおじさんとかいんのよ。俺居酒屋で働いてたことあって、それマジ腹立った。なんか、うん、犬じゃねえんだからと思って確かにな、うん、今急にタンゴ踊りさすんかと思ったこんなやったらやめてくれよなんでタンゴだよ、まあ、ちょっとなんかそういう人はね、なんかせめてさ、予備員とかボタンを押さなくても、うん、なんかすみませんって口があるんだからさ、うん、俺よく言われたよ、怒られてる時に、うん、なんで黙ってさ、うん、はいはいって聞いたら、あんた口ないのって言われて、いや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 、ここでなんか俺が証言っていうか発言したら、それはそれでなんかまた言ってくるでしょうよって思ってましたから、うんうんうん、何の話これ叱られた話やったな、叱られた話、トラウマの話やったな、叱られた話もいいかな、叱られた話もいいか、で、来週の
トークテーマなんですけれども、はい、次回が第6回、うん、トークテーマ、はい、発表いたします、はい、心霊 UFO 不思議体験談。いいね、はい、秋の夜長にこれだよ、うん、精神病患者はもしかしたら幻聴とか幻覚の可能性ももしかしたらあるんだけど、あでももうそんなんでもいいのよ、不思議体験談としてね紹介していきたいと思うんで、うん、ぜひ皆さん、楽しみにしていただければ、はい、はい、と思います、うん、それでは今週のメンヘラジオはここら辺でお開き。中村夏実と中村圭人でした。あー今日パッタパタごめんなさいね皆さん。じゃあこの辺で。この辺で。